次回の青足はカイドウアンリです。桜のつぼみが膨らむ季節となりました。桜餅を初めて食べた時、葉っぱまで一緒に食べるものとは思わず、一生懸命剥がして食べてたことも今となってはいい思い出です。さて次回は大友のフェロモン香水、洗濯は実家で、湘南爆走リーゼントの3本です、うん、いやいやちょっと待って、3本じゃないだろうって内容も違う。次回青足譲れないこと。来週もまた見てくださいね。じゃんけん。じゃんけんもしなくていい。